松山市南佐谷町にある市高校館で企画展四国の風土と暮らし海と人々2古墳時代から近世が開かれています。これは古墳時代から近世にかけての四国の人々と海や川の関わり、地域の祭祀や漁などの暮らしぶりを紹介するものです。昨年度ですね、同じテーマで時代が、縄文時代から弥生時代の、出土品を展示しておりました。今回は古墳時代から近世、江戸時代までの、海に関するもの、それから、川の近くで、出土した出土品を展示しております。こちらになります。タコ壺です。で、タコにも大きさがありまして、マダコとイイダコ、こちらを見比べていただくというのが今回おすすめの出土品になります。なんか今使われているものともなんか似ているような気がします。そうですね、1500年ぐらい前ですからの出土品なので、まあ、タコの大きさは変わりませんからね、一緒ですね、はい。まあ、そういうところをですね、共通性も含めて、違いと共通性を含めて見ていただけると楽しいと思います。その他にも坂の上の雲ミュージアム周辺にある番町遺跡で出土した料理の痕跡のある魚の骨など、古墳時代から近世の暮らしぶりを身近に感じる出土品およそ150点が展示されています。今回の展示会では3密を防ぐためにガラスケースの方も、展示ケースの一部をですねロビーの方に移動したりということもしておりますので、感染予防も気をつけながらまた見ていただければというふうに思います。はい、企画展四国の風土と暮らし海と人々2古墳時代から近世は7月5日まで開かれています。